デスクラッシャーゾーン。一押し大丈夫か、立てるか。すまん、手が滑った。キド、お前は、お前だけは絶対に許さん。日本代表とオーストラリア代表の試合時間は残り5分。次の1点が決勝点になりそうだ。今こそ見せてやる。稲妻ジャパンに引導を渡す我らが切り札である。新タクティクス、その名も投げよ。ああ、もらったぞよ。敵にボール渡してんじゃねえ。うるせえ。勝つのはマーローじゃ。雷神ゴーストエンドウの新必殺技、風神雷神ゴースト。これはまさにゴール前に築かれた鉄壁の要塞だ。もう一点も決めさせない。みんな安心して攻めまくってくれ。はい、坂の上。キドウさん、オーストラリアの攻撃はもう遠藤に通用しない。このままじゃ。はあ、おっと、軌道がこの位置からロングシュートだ。シュートコースにかぶってしまったのか。今日が稲妻ジャパンデビュー戦の一星、とことんついてません。ボサッとすんな一星。集中しろよ一星、俺のパスはちっとばかし強烈だぜ。一星はもはやサンドバッグ状態だ。こんなのやっぱりサッカーじゃない。ダイブダイブ乗ってやるぜ、ダイブダイブ。あの日見た夢をずっと追いかけてきた。最初は物語だった。汗をかいたから、諦めなかったから、仲間を信じたから、マジだったか。どれもこれもみんな大事なことだった。自分がやった分だけ答えは出るぜ。もっと自分を信じよう。壊れた罠。薄汚ねえ裏切り者が、二度とピッチを踏めなくしてやるぜ。これでとどめだ。やめろ。アスト、おっと、なぜか灰崎のシュートに当たりに行ったようにも見えた稲森、フィールドに倒れたまま動かない。これは稲妻ジャパンに非常事態発生か。稲森を交代させますか。いつでも行けます。いいえ、応急処置で様子を見ましょう。ま、アストなら大丈夫だろう。俺は今回も温存されとくぜ。ゴージン、
そのポジティブさは世界レベルだな。大丈夫か、アスト。ああ。てめえ、なんで邪魔しやがった。キドウさん。キドウさんがチームを守るなら、俺はサッカーを守ります。どうして僕なんかをかばって。仲間を傷つけようとするなんて許せないんだ。サッカーは怒りや憎しみをぶつけ合うものじゃない。こんなことしてたらサッカーはサッカーじゃなくなっちゃうよ。ち、綺麗事ばっか並べてんじゃねえよ。これだからイーコちゃんは空気が読めなくて困るぜ。アスト君、ありがとうございます。え、気にすることないよ。サタン様。マロが勝負を決めるぞよ。させるか。あーれー、ハイザキ、キラー、うん、いつでもいいぜ。これを決めてチームを支える真のストライカーになれ。ノロノロしてたら置いてくぜ。てめえこそ焦ってヘマすんじゃねえぞ。今のはまあまあ良かったぞ。俺について来られたのだけは認めてやるよ。息ぴったりじゃないか。これからも頼んだぞ、二人とも。信じられない、我々があんな奴らに。なぜだ、情報規制は完璧だったはず。オーストラリアの監督は作戦を隠すことにばかり必死で、日本の個性を見誤っていたようね。日本の個性、逆境に追い込まれるたびに成長を遂げる、いわば脱皮を繰り返して強くなる怪物みたいなものかな。そんなところね。意識はしっかりしているようね。はい、心配かけてすみません。アスト。ったく無茶しやがって。なんで灰崎君のシュートに飛び込んでてこっしゅ。それに試合の様子もなんかおかしかったよな。その話は後で。これが稲妻ジャパンの覚悟だ。ゴーエンジが戻ってくるまで何としても持ちこたえてみせる。一星満、次の試合で貴様の悪行を暴き必ず排除してやる。稲妻ジャパンはこの勢いに乗ってアジア予選を突破できるかな。あれ、通りすがりの美少女か。確かに進出鬼没だね。みんな最後まで諦めずよく戦ってくれたな。遠藤が風神雷神ゴーストを生み出さなかったらこの試合負けていたかもしれない。いや、俺だけの力じゃ生み出せなかったさ。ありがとうな、夏美。皆さんもどうぞ。 お土産の三色団子です。ほほ、サンキュー。ちょうど腹が減ってたとこ。監督は知っていたんじゃないんですか。一星が何らかの組織から送り込まれた存在であることを。いいえ、詳しいことは知りませんよ。俺たちには知る権利があります、奴の正体を。起動、いかなる理由があろうと監督に意見するのはチームの規律を乱す行為だ。しかし。下がれ起動。運営サイドの判断を選手に説明する必要はない。ま、そういうことですね。落ち着け起動。お前らしくないぞ。だがこのチームに裏切り者がいるのは事実だ。裏切り者か。
俺は一星が本当に悪いやつとは思えないんだよな。なんだと？あいつは高円寺を手にかけたやつの仲間なんだぞ。え？木戸さん、それは本当なんですか？それだけじゃない。忘れたのか遠藤、一星は練習でお前を怪我させようとしたんだぞ。遠藤さんに怪我を？おいおい、まだそうと決まったわけじゃないだろう。あいつを許してはおけない。監督が動かないのなら俺たちであいつをこのチームから排除するしかない。木戸さん、そんなことできるんですか？できる。しかしそれには大義名分が必要だ。下手な反撃をすればこっちが返り討ちを食うだろう。大観衆が見ている試合の真っ最中に一星とその背後にいる組織の悪行を暴露する。フィールドを汚す者を許してはおけない。次の試合で型をつけてやる。木戸は全員その場を動くな。我々は FFI 管理局の者だ。はあ、それは俺の自己主。勝手に何触ってんだよ。おやめろって。何なんだよ。ここのロッカーを使用しているのは俺です。これはドーピング効果のある薬物だな。なんだと。ドーピング違反により木戸優斗、君を代表選手失格と見やす。木戸、待ってください。木戸がそんなことするわけない。言い分は取り調べ室で聞く。木戸、待て。話を聞いてくれ。これは何かの間違いだ。木戸、木戸。ああ、木戸さん失格になっちゃいましたね。一押し、てめえが木戸をはめたんだな。何のことかな。だけど良くないよね、ドーピングなんて。木戸さんがそんな卑怯なことをする人だったなんて、幻滅だな。てめえ！いいのかな、灰崎くん。君も木戸さんみたいに選手生命を失いたくなければ、おとなしくしていた方が身の程だと思うよ。なの知ったことかよ。やめろ灰崎。邪魔すんじゃねえよ。今問題を起こしたらお前まで試合に出られなくなるぞ。そんなことになったら軌道が一番辛く思うはずだ。アスト君、ありがとうございます。あの時助けてくれたおかげで邪魔者を消すことができました。あの野郎、アスト、てめえが邪魔したせいで木戸は、木戸はくそ、やめろって灰崎。うるせえ。なんで俺が、俺が、俺が。軌道は予定通りチームから脱落させました。心が痛むか。いえ、ギリカナン理事長の命令だ。我々が目指す理想はパーフェクトワールド、完全に掌握された世界だ。その実現のためなら手段は選ばない。そういうことだ。稲妻イレブン。なぜ木戸さんのことはニュースにならないんでしょう。今回の件はサッカー自体の汚点になる可能性がありますからね。彼を排除した組織はサッカーの評判を落としたくないのでしょう。それにしてもまさか一星君がここまでするとは。ええ、木戸君を消しかけたのが悪い結果になってしまいました。木戸君ならもっとスマートにやってくれると思っていたのですが、仲間をやられて頭に血が上っていたんですね。今回ばかりは誤算でしたよ。ここから先さらに予想外のことが起きるかもしれませんね。
シュッ。親愛なる光さんへ、ゴス。合宿所ではみんな和気あいあいとして毎日が楽しいでゴス。なんだか寂しそう。同情してどうする。スパイかもしれないんだぞ。でも…ねえ、あれって…おいおい、あいつら雰囲気やばくねえか。ダメだ、止めないと。私、遠藤君を呼んできます。俺たちがこのまま黙っていると思うか。へえ、俺をどうにかするつもりなんだ。まあ、湖のほとりで転んで足に怪我をすることもあるよな。わかりやすいね、君ら。それ以上無駄口叩けなくしてやるよ。よっこいつ、くさ。どうしたの。足は一流だけど手は三流以下みたいだね。あれ、もう終わり。おっと、背中がガラ空きだぜ。前崎、やっちまえ。ハイザキ、こんなの俺は納得できない。ダスト。そうだぞ。つーか、昨日お前から食らった一発まだ痛むんだからな。てめえは突っ込んでろ。こいつは暴力以上のことをしてんだろうがよ。ハイザキ、そんなアマちゃんどもほっといてさっさとやれよ。ダメだって。ああ、それ以上うだうだ言うんならてめえからやってやろうか。お前たち何やってるんだ。大丈夫か、イチゴシ。ほら、二人ともバカなことしないでください。皆さんお熱いこって。でもあいつは本当に悪党なのかね。にしてはちょっと中途半端な気もするけど。豪炎寺と軌道がいない今、みんなの心を一つにする時だろう。その二人をそうしたのはこいつだろうが。こいつが汚え手を使って。僕は何もしてませんよ。軌道さんがドーピングに手を染める汚い選手だったからって僕に当たらないでくださいよ。てめえ、やめろって。ダメだってば。おい、なんだあれ。なんだよ。あそこで何か光ったんだ。え、どこですか。あれってカメラじゃ。そういやこいつ、お前をわざとイラつかせてたよな。てめえ、どこまでゲスな野郎なんだよ。はい、皆さん、もうすぐ夕食の時間ですよ。ちょうどいいとこに来てくれたぜ、監督さんよ。何ですか、ハイザキ君。あんたがあいつを野放しにするって言うんなら、俺たちが軌道に代わって排除するぜ。排除とはまた物騒なことを言いますね。いいですか、ハイザキ君。日本にはこういう言葉があります。疑わしきは罰せずと。はぁ、一星君がまだ悪い人と決まったわけではありませんから、手出しすることも許しません。バカかお前は。どう見ても裏切り者で確定だろうが。監督の話聞いてた。疑わしきは罰せずだよ、ハイザキ君。ハイザキ、本当に一星君をこのままにしておいていいのですか。よくはないのですが、できるならこの問題は彼ら自身で解決してもらいたいですからね。そうですか。でも今回はかつてないほどにチームは危険な状態ですよ。アルティメットドラゴン強すぎでしょ。ですが希望ならまだあります。はあ、もうすぐこの状況を打破してくれる人物が来てくれます。それを待って様子見としましょう。親分、その人物って一体。世界を変えるほどの力と覚悟を持っている人ですよ。まあ遠藤、軌道のやり方は決して褒められたものじゃないが、お前や豪炎寺を傷つけようとした奴がすぐそばにいたら
そいつを排除しようとした軌道の気持ちもわからなくはない。運動、そうだな、揉めるようなことはいろいろあったし、わかるけどさ。だって一星は仲間じゃないか。本気か、エンド。エンド君らしいわね。おう、夏美。次は世界大会で会いましょう。またな。エンド君ならきっと一星君を救ってくれるわ。怒りや憎しみをぶつけ合うものじゃない。以上。